はい、どうも、世界一ストイックな怠け者、テケテケです。はい、とってニニアンちゃん、昨日ガチャに並んで、まぁ、ちょっと、実戦の副将としては、どう使っていいか難しいというような印象を受けるキャラクターでしたが、はい、今回は、そんなニニアンちゃんを実際の対人戦で戦わせてみて、まぁ、実際今、現役で使われているような副将ちゃんたちと、どのぐらいパフォーマンスに差があるのか、リアルなところをチェックしていきましょう。はい、とって今回はニニアンちゃん、プラス7覚醒で、深淵1の声援2、日月3という装備セットで連れてきました。はい、ちょっと、リシの武器のお下がりつけちゃってるので、専属ステータスの効果なんかが発揮されてませんが、作ってあげますか。うん、作ってあげよう。はい、ニニアンちゃん、体力パッシブが専属武器にあるんで、これないとちょっと厳しそうですもんね。作ってあげますか。はい、ということで専属武器、ニニアンちゃんの作ってあげました。戦力1948万で、HP400 万ぐらい上がりましたね。1649万。細かいステータスはこんな感じで。はい、今回デッキ戦見ていきたいと思いますが、その前に、テケテケハイカキンサーバーホーム画面争奪戦。はい、今回もやっていきたいと思いますが、はい、今現在、ナタちゃんがホーム画面、シショちゃんの寝室の背景を完全にジャックしてる背景クラッシャーになってますが、はい、今回のニニアンちゃん、ホーム画面に連れてきたらどうなるか、まあ、だいぶシンプルないでたちなんで割とスッキリしてそうですが、はい、ちょっとこの植物なんかがワンポイントになりそうですね。来てくれるのか、さあ見ていきましょう。いや、来なかった。いや、ていうかめちゃくちゃでかいっすね。なんかこんな副将ちゃんって大きく映りますっけ。オツーこんぐらいですよね。モルドレッド、はい、こんなもんで、はい、ニニアン、うわ、でかい近いぞ。なんかこのサイズ感テンション上がりますね。まるで嫁アバターで調整したようなサイズ感。いや、まずここ高評価ですね。でも背景は絶対この水辺ですよね。これ完璧でしょう。うん、ほら完璧。いや、これは強い。あ、ちなみにお正月背景は、あ、残念、休日のせいにはなりませんでしたね。ハロウィン背景なんかも合いますね。なんかこの蝶々の飛んでる感じとカボチャコウモリが飛んでる感じ、いや、これ好きかもしんない。はい、本来水辺で滴ってる雫が怖くて冷や汗かいてるみたいになってるところも、お化け屋敷怖い子みたいでなんかいいっすね。さあ、ということで今回のホーム画面争奪戦結果は、はい、ナタちゃん、お化け屋敷だろうがなんだろうがテーブルごとクラッシュしに来ると。無敵ですね。もうちょっとナタちゃん天下続きそうですね、これは。さあ、ということでデッキ戦組んでいきたいと思いますが、今回ニニアン戦闘、前衛前列置きのイニシアチブ握る担当、プラス主力でやってもらいたいと思います。はい、から、純主力が大谷氏で、ナタとか耐久系キャラクターがいて、まあ、こういうキャラクターが長く生き残ってくれることで、ニニアンの夢中が長く機能するというところが狙いなんで、まあ、タンクキャラクター一体はニニアンデッキには欲しいですね。はい、で、あと、最後の方にアタッカーだったり、まあ、終盤で出てくると困るテフちゃん嫁だったりと、ああいう感じで組んでおり、ナタの戦力1500万の大谷氏が1670万、はい、リョフちゃん1300万のテフ HP が1600万と、はい、ようなデッキ構成で、さあ今回も SKG メンバーのみんなと、はい、やっていきますか。はい、みんなよろしくお願いします。あ、もう昨日伝えておいたんで、今日の朝3時ぐらいからもうデッキ組んでくださってる方もいるんで、上から殴っていきますか。じゃあまず丸さん、意味3連打、はい、前衛上杉梅雨払い役からナタちゃん MR も、まあ、ただのバッファー受け止め役ですね。はい、で陽線が1760万、純主力ぐらいですかね、これもしかしたら。で応援でバッファーが出てきて、弓3連打は、あ、このトリスタン700万とリコ1800万、はい、から2000万の毛利元就と、はい、めちゃくちゃ攻撃的な弓将が続いてますね。はい、帽子弓に弱いんでちょっと形勢不利かなって感じしますが、まあ、ニニアンちゃん夢中に隠れられるんで、そこどうなるかですね。あ、おやじさんの師匠ちゃんに足止めされちゃいました、ニニアンちゃん。そう、状態性ないんで、前衛前列置きするとそういった不具合あるんですよね。さあ、ただ援護で固めていって、はい、ナタレンゲか、はい、陽線の雷害剥がして、さあ、大谷氏も足止めされちゃってますね。キーマン2人が全く何もできずと、はい、ただ2ターン目七星状態ニニアンにつけてからの、はい、スキル、うわ、すごい強いっすね。あれ、まあ雷害なかったとはいえ、陽線オーバーしてきましたね。1700万のやば。まあでも帽子の攻撃通りますからね、ここら辺の育成隊同士の戦いだと。マスコの足止めキャラじゃなくてアタッカーとして機能してしまいました。さあ、これはかなり形勢有利になりましたね。まあ、ただこの後、帽子が苦手とする弓将キャラクター出てくるので、まあ、それを夢中でどこまでかいくぐることができるか、ナタや大谷氏にかかってますね。まあ、ニニアンが苦手な帽子の攻撃は武将のナタや大谷氏、まあ、弓将の攻撃得意なキャラクターに受け止めてもらうと、はい、ようなかなり綺麗な形できてますね。はい、これニニアンに来たら怖いとこですが、大谷氏であればなんとか、はい、サイで4ターン、ダメージカットも作って耐えることができると。はい、ですね、しっかり耐えて、はい、ニニアンのスキルに、ハイに対する3回攻撃。さあ、残影がめちゃくちゃ仕事してる。はい、完全に避けられました。まあ、これは2巡目のスキル1で聖護バフ剥がしができるんで、はい、そこで狙っていきたいとこですが、まあ、大谷氏の12連撃がその枠乗り越えていきましたね。
はい、6ターン目のニニアンのスキル1でセゴバフ剥がししようと思いましたが、ナタがその前にリコーの剥がして勝利となりました。うまいことをニニアンの苦手な弓章の攻撃を武将が受け止める形でじゃんけんの手札を制したような感じとなりました。はい、マルさんありがとうございました。じゃあジンさんいきますか。ジンさん、パーシバル1700万にホートーと白騎白バフ減らしを隠しているような形。いや、ホートー2300万めちゃくちゃ強いな。これはものすごい強敵ですが、でテーフちゃんが HP 2000万でいて、でバッファーがガッと出てきてという形のホートー短期特化パーシバル学士デッキ。まあ今パーシバル強いのいるかどうかでだいぶ対人戦の攻略変わってきますからね。はい、そして天然儲け食らいますが、バリア壊す程度で済んでと思いましたが、やっぱり一回復活まで行って、はい、ムチュ4ターン、はい、ホートーにめまい食らわしましたね。はい、この足止めはめちゃくちゃナイスで、まあ、ホートーが苦手な武将の攻撃が待ってますね。はい、動けない間にナタが動いて殴っていきたいですが、まあ、パーシバルがうまいことホートーをカバーしちゃってますね。まあ、ニニアン夢中で隠れながら武将に耐久してもらうのもいいですが、やっぱりパーシバルの夢中の中に隠れるのが、まあ、今一番お手軽に帽子を守る方法ですかね。ハイに対する3回攻撃、いや残影でめちゃくちゃ避けられますね。長方が仕事しまくってますね。さあホートーが動けるようになって、はい、座薬箱をばらまかれてからの範囲からの連撃。さあこれは痛いとこですが、はい、こちらも残影つけておりしっかり回避と、はい、お互い長方が光りますね。さあニニアンは夢中に隠れているので様々な攻撃の対象から外れており、まあ、お互いパーシバルをいつ倒すか、向こうからしたらナタオヤシがいつ沈むかっていうような試合になってますね。いやにしてもチョウコメちゃん硬いな。今のオヤシの攻撃耐え切りましたね。はい、カッシウスを反射で落とし、はい、リョフちゃんのスキル1、はい、チョコメで落として、いやパーシバルが硬い。はい、お互い夢中キャラクターがしっかり残る形となりました。いや本当夢中は今耐久としては強いですね。さあテフの罠仕掛けておいて、はい、2巡目生後バフ剥がし攻撃がニニアンできるんで、まあ、それプラスめまいプラス風波でナタと大谷氏のサポートをどこまでできるか、これ見ものですね。はい、しっかりパーシバルに風波つけて、あめまいミスっちゃいましたが、まあ、1巡目ホートめまい効いてるんでここでは動けませんね。風波はしっかりミスってもつけられるんで2体について、あナタ沈んじゃいましたね。はい、ただ風波撃砕ついてるパーシバルであれば結構攻めきれるんじゃないか、いけるか、あーちょっと届きませんでしたが、これニニアンのスキル2で、はい、3回範囲に対する攻撃いけるんで届きますね。いや威力も強い。はい、ホート1回落として、さあニニアン VS ホートになりそうですが、最後テフがかなり邪魔なポジションにいますね。いやこのお手軽さ、ニニアンを耐久系キャラクターナタやテフで囲んでしまうことでニニアンに敵の副将が届きませんね。でニニアン自体はその間に風波ばらまいたりめまいで足止めしたりと嫌がらせをしていくっていうような戦い方、いやこれちょっと気持ちいいっすね。はい、ちょっと今思った以上に評価上がってますニニアンちゃんの。はい、じゃあマリカさんいきますか。はい、本田忠勝が前衛にいて先手で取れば木立て前に落とすことができるんで、まあ、木立て化されちゃうと木立ての点火ダメージ夢中状態の相手にも飛んでくるんでちょっと怖いですが、はい、今回はヘキソで応援でハンニバルが出てきて HP 2600万、はい、A 特者2100万の弓章最強タワラトータ1990万でバッファーが出てくるっていうようなタワラトータデッキですね。さあ見ていきますか。これもニニアンだいぶ活躍してくれそうな気がしますがどうなるか。はい、いい感じに範囲攻撃で敵を相当していって、おっと本田忠勝が攻撃対象になりませんでしたね。木立て化されてしまいました。はい、だいぶ油断しました。4名攻撃でしたねニニアン。そういえばこれは下手したら木立てでニニアンが落ちる可能性もありますが、まあ、基本ターゲットになりづらいんで忠勝の HP が低い相手に対する点火ダメージニニアンに来る可能性はちょっと低いかなと。A 特者の攻撃なんかも武将キャラクターで受け止めて、さあナタが殴ってきますがハンニバルがガッチガチですね。タワラトータ大谷氏攻め込んでいきますが最大5ターンでもうおそらく耐え切りますね。これは、はい、残影がいい感じに避けをつけてサポートしてくれてますね。はい、忠勝落として、はい、タワラトータも1回致死ダメージ無視から2回まで来ましたね。いやー超厄介ですね。ここで耐久一気に作り込んできて、はい、ニニアン敵4名だと一番火力でないや750%の威力しか出せないので影光を壊せませんね。これは、はい、敵の HP も 50% 以下じゃないと気力値ベース防御虫攻撃も出せないし、はい、風波がないと攻撃力ベース防御虫攻撃も出せないので、まあ、完全にコンボしくった感じ。はい、でここでうまいことナタが連撃化してくれましたね。はい、ニニアンの夢中のおかげで攻撃対象がナタと大谷氏に絞られる形になるんで連撃化しやすく、はい、あー一手倒しちゃいましたが生後バフ剥がし範囲に対してやっていくと、んーちょっと微妙な展開ですね。さあ大谷氏耐えきれるか、ギリ耐えてくれるか、あーダメか、うわギリ耐えましたね。はい、まあ、ただハンニバルが邪魔ですね。武将や弓将の攻撃にはめっぽう強いハンニバル置かれてしまうとニニアンの補助役のキャラクターがアタッカー面で活躍してくれないと意外とハンニバルが対策になっちゃってますね。さあただ
長老の息を外れることができるロフちゃんの集中攻撃なんかでエイトク狙ってきますが影効果硬いですね、落としきれず。さあテーフの、流血からの天然ボケトラップ。さあここから2巡目ですね、リョフちゃんの背攻撃ナイスショーを落としました。さあニニアンが、生後剥がししながらの足止めなんかで大谷氏先手にしてくれるんで、タワラトータにめまいつけれるかが問題ですね。あ、つけれましたね、これナイス、大谷氏先手でトータ殴りに行くことができそうです、また長老なんかも一旦遅らせることで発動させずハンニバルの耐久なんかも作らせないと、その間に大谷氏が殴っていって、いやこれ勝てるか、ニニアンのスキルに、しっかり一体になったら威力3000パーの3連撃、 HP も50パー以下だったんで知力値ベース防御無視攻撃なんかもぶつけてトータとどめさせたのはニニアンとなりました。このテクニカル感たまんないっすね、タワラトータデッキにも2巡目の足止め風波でうまく立ち回ってくれました。さあじゃあニャンペコさんいきますか、水強声援6 嫌な予感しかしないけど見ていきましょう。声援6ですねあ、でも戦力1900万同等レベル、左側の強化全部外しちゃってるんですね。まあそれでも攻撃力300万あるんで十分すぎる強さですが、 MP なんかも32万あるんで影子も強いし、いやでしかもパーシバルに隠れてるんですね。いやてかパーシバルが声援6だやめてくれ、2100万のパーシバル、ショーが1300万で、ニメちゃんが1300万、乙姫なんかがいたり、まあ、帽子デッキですね、めちゃくちゃ、天草四郎、まあ、装飾と、まあ、ここら辺は育ててませんが、水強パーシバルデッキ、まあ、今回ニニアンが水強のちょっとスキル1上位互換みたいな雰囲気があるんで、まあ、水強先生が怒った構図になりますね。でまたレベル下がって攻撃がヒットせずめまい失敗しました。からレベルで勝てるとクリティカルが出しやすいんでめまいに成功しやすい水強先生、しっかりめまいばらまいてきましたが、まあ、ナタも大谷氏も致死ダメージ無視や復活なんかでめまいはさばきましたね。まあ、肝心のニニアンが思いっきりめまい食らっちゃってるんでスキル2が出せませんが、お相手さんの超高名やニミエに関してはめまいで足止めしてる間に、しっかり落としに行って、ニミエの影光やトハまで剥がせるといいんですが、トハギリギリ足りませんでしたね。さあ劉備を落としてパーシバルの、青バフ剥がしていって、これは気持ちいい展開、ただ影光残っちゃいました。さあ2名の攻撃に耐えつつ、検定でニニアン火力アップしますがめまいで動けませんね。さあ乙姫の範囲攻撃、ニニアン一回落ちてほしいとこですね。これはスキル2打てず、水強先生の連撃、これがめちゃくちゃ強い。ナタ不可視で隠れてたんですね。水強先生の攻撃が途中で終わったと思ったら、不可視と夢中で、こういう場合ニニアンに行かないんですね。新発見でした今の。夢中状態、ニニアン一体だと夢中でも攻撃しちゃうんですが、味方が一体でもいればちゃんと夢中の効果発現するんで、その味方が不可視状態だった場合には相手のランダム攻撃ニニアンに飛んでこないんですね。でもちろん不可視状態のナタもランダム攻撃の対象にならないので、水強先生のスキル2のランダム連撃が途中で終わると、ああいう不可視夢中コンボが今回映像で撮れました。いやこれ面白い。いややっぱり分析動画では考えもしないようなコンボが出てきますね、実際対人戦やると。さあそしてまたしてもニニアンしぶといっすね。スキル2しっかり生きて範囲攻撃してきますが、いやちょっとレベル差ありきのミスが痛いっすね。あまり攻めきれずと、リョフちゃんのスキル2でアヤメちゃん落として、さあ装飾にテフギリ耐えて、さあこれ2巡目いきそうですね。さあ2巡目入って範囲めまい攻撃、いやパーシバルに効かなかった。さあそしてナタも落ちてしまったのでこちらのアタッカーがいませんね。これはちょっとショーで守られて厳しい展開、まあ負けですねこれは。残念ですが水強先生の勝利という結果となりました。まあでも面白い映像撮れましたね。じゃあお次イッチーさんいきますか。前衛にエビスがいて最上義明2300万、めちゃくちゃ格上、ただちょっと装備手抜かれてますね、強化値が足りない感じ。とは言っても防御力物理防御力両方とも 90% 近くあって、まあ砲術防御力も 84% あると、うちの純子力のナタなんかの砲術防御力 84.9% ですからね。奥義なんかで強くなってるんで相手にとって不足なしということでやっていきますか。最上にしっかりめまいと風波決まりました。これは大きい。さあナタのスキル1、ショーが影光を張ってしまったのでなかなか突破難しくなっちゃいましたね。大谷氏がただ殴っていってショーと最上以外倒していって、ニニアのスキル2範囲攻撃、いや直前の長方が懺悔いい仕事してますね。レベル差10に負けてますね。避けられまくりました。さあ直江兼次が懺悔地味に剥がしてくれましたね。そしてニニア1回ショーに落とされて、ナタなんかも落とされて、みんな落とされましたね。なんでナタのスキル2の生後バフ剥がしが綺麗に敵陣に炸裂していくと。大谷氏の12回攻撃で最上どこまでいけるか、いやちょっときついか、いや硬いっすね、硬い。12発連撃で1回も死ダメージ無視まで届きませんでした。
大安な装備でしたが、しっかり硬いモガミ、はい、リョフちゃんで弱い子を相当していって、はい、手札罠仕掛けといて、モガミ硬いなら反射で自爆してもらおうという作戦、はい、案の定、はい、天然ボケ引っかかって、はい、一回致死ダメージ無視、はい、から反射ダメージさらにぶつけていって、いや手札優秀、おっと、ただ大屋までやられてしまいました。これは想定外。さあニニアンと最上義明の対魔戦いけるか。ナイスめまい風波、さあこれはいけるんじゃないか。風波ついてて、はい、スキル2の3回攻撃、いやめちゃくちゃ強いな。あすか風波ついてるから攻撃力ベース防御も攻撃も乗っかってだいぶオーバーキルしましたね。やるなニニアン。さあちょっと分析動画であまり評価高くしてあげなかったのが申し訳ない気持ちになってきましたが、まだまだ行きましょう。さあジャスさん行きましょう。サイカ孫一連携スキル初実践デッキ、お孫ちゃん連携雷神士にしてますね。雷神士大好きですねジャスさん。さあ白バフ3ターン伸ばせるんで雷神士の雷帝単数が5ターンになって、開幕からめまいカウンター 80% の回心率 100% の雷神士2400万、はいでテーフが HP2500万でバッファー出てきながらの、はい、タワラトータ1900万と、いやちょっと雷神士興味ありますねこれは。はい、雷帝4ターン、あそっか3ターン増やせないのか、開幕2ターンの雷帝だから。まあでもしっかり雷帝5ターンまで作られて、さあニニアンの風波だったりめまいは敵落ちちゃって全く残ってませんね。さあ怖いニビアンが暴走つけた上での、はい、攻撃力ベース防御虫攻撃、いや威力十分ですね。はい、二次キャラクターとは思えない育てっぷり。さあただ青バフ剥がしの連撃、はい、これはだいぶ痛いですね。しかも雷帝のカウンターのめまいもレンゲ状態だと聞かないので、はい、まあ雷神士は MR アバー楽しみですね。現時点ではまださすがに MR にはかないませんが、さあということでニニアンの範囲攻撃待ってますね。はい、セゴバフ剥がしで一発できましたね。5000万、さあ人数が減ると火力が上がるんで、はい、タワラトータなんかも致死ダメージ無視一発使わせて、さあニニアンに夢中と不可視がついてますねもうどんだけ隠れるつもりなのか。さあそして、はい、いいところにリョフちゃんがタワラトータ連撃で狙っていって、はい、大橋さんの視力を追い詰める戦い方、あと1回ぐらいですかね致死ダメージ無視。さからなたが生後バフをしっかり範囲に対して綺麗に剥がしていくと、めちゃくちゃ綺麗な戦いの展開となりました。さあただ怖いのはタワラトータのスプラッシュダメージ、はい、視力のニニアンとしては怖いとこですが、はい、これも夢中に隠れているので、はい、ターゲットは別に行くという形で、はい、ニニアンは生存するという形を維持でも取りますね。で大屋までやられてしまいましたが、さ あとテーフが出てきて、タワラ対ニニアの戦いにテーフが水を差すスタイル、はい、スキル2巡目のスキル1しっかりめまいと風波、はい、つけてタワラとタ弱らして、はい、動けない間にスキル2打ち込んできますが、レベル差でミスが出ちゃいましたね。ん、残念ながら攻撃届かずですが、まあ、テーフで倒しに行っちゃいそうですね。なんかさあ一騎打ちですねこれ完全に。さあ夢中もこれで効果がなくなってしまうので、いやとタワラトタの連撃が痛かった、はい、まともに1対1になっちゃうとさすがに勝てませんね。はい、じゃあミリアさん行きますか。はい、休憩中にデッキ組んでくれました、ありがとうございます。さあ来た、リシ1900万、あで応援にモルもいますね2000万。いやリシモルは今最強なのよデッキとしては。あでしかも追い打ちにリョフがいるっていうね、はい、ここら辺の育成隊だと絶望的なデッキ組ですが、さあ怖すぎるニニアンでどこまで頑張れるか。はい、噴射13ターンになってますねサイカーマゴイチのせいで、これ最悪ですねあしかもめまい失敗しました。せめてめまい成功した事例が見たい。さあただ、はい、ナタだったり大ヤシなんか状態状態性高くなるんで、はい、範囲攻撃から燃焼にも不意にもなりませんでしたが、大ヤシが燃焼食らっちゃいましたね。はい、これで抗議確定しちゃったんで、うん、大ヤシサイレ5ターン以下先になっててくれればそこも防げた可能性あって惜しかったんですが、あ大ヤシ落ちた、これはある意味チャンスですね。ナタの連撃抗議慣れずですね。リシさあこれニニアン頑張れるんじゃないか、同格のリシ相手にどこまでダメージ出せるか。さあとは言っても HP50% 以下でもないし風波もついてないので、はい、防御虫攻撃が出せます、防御虫攻撃が出せませんね。よくモル落としますね。それでさすが砲術攻撃。さあナタが身代わりになってくれてる間に夢中に隠れてなんとかしのぎたかったですが、あギリ耐えましたね。さああと、はい、どこまで頑張れるか。あっとモールドレッドの死亡時反撃は無臭すり抜けてくるので、はい、結局ニニアンそこでやられてしまいました。はい、じゃあエリシアさんいきますか。さあモル1800万前衛前列からの追い打ちタワラトータ、はい、HP が低い相手に対する連撃が、はい、要戦まで3体続きますね。いやこれは多分早々にこちらのニニアンを一人ぼっちにする作戦でしょうね。アウグスも2100万と、あれこれいじめデッキなのではあで最後バッファーが出てくるんですね。あじゃあ前列倒しきればこっちの勝ちってことで、いやこれはめまいしっかり決まれば勝てる可能性ありますね。
はい、トータにめまい、しっかりヒット。あ、モルちゃんにもヒット。いや、これ勝てる可能性あるぞ。さあ、ニニアンのスキル1がしっかり決まって、はい、からナタが暴れてくれれば、もう大谷氏と一緒になんとかなりそうな気もする。さあ、大谷氏、ここさえで5ターンにしたいところ。え、アウグスの攻撃来ませんでしたね。はい、ただ、アウグス落として、はい、援護状態でサイレ5ターン以下で、アウグスの援護の上から剥がして落とすと。さあ、ニニアン、ここでスキル2範囲攻撃、はい、そもそも足止めされてましたね。さあ、検定出てきて、はい、タワラのスプラッシュ攻撃、あ、タワラのスキル1。いや、大谷持たないか、ナタ持つか。いや、ギリ連携一旦残りました。よかった。これで聖護バフ剥がしを狙いに行くことができますね。大丈夫か。ダメでした。まさかの UR 線の最上に、はい、電源なくされちゃいましたね。さあ、ガンガンバフ持ってきますね、おやつさん。はい、モールとタワラが残ってるのが痛いですね。はい、ただ一応夢中にニニアン隠れてるんで、はい、テフの援護天然ボケがさらされてるんで、モルちゃんあたりはここで仕留めたいとこですね。さあ、そして、はい、3回攻撃いいですね、範囲に対する。いや、強いな。あと、まずい。これは死亡時反撃がニニアンに来ちゃいますね。さあ、でもここからは、はい、テフが HP 低くなってるんで、あっと、でもニニアン来ますよね。いやー、死亡時反撃がニニアンに来ちゃうの痛いですね。いや、ただテフとモルドレッド相打ちとなりました。んー、でもこれはちょっときついっすかね。いや、でもめちゃくちゃいい試合になりますね、さっきから。はい、ということで SKG メンバーのみんな、セッサーありがとうございました。はい、まあ、ニニアン、昨日の分析動画よりは思った以上に今回活躍してくれましたね。いや、夢中に隠れながら耐久系の武将なんかと組ませれば、結構長い間生存して嫌がらせしてくれるっていうことがはっきり分かりました。まあ、なんでニニアン以外の武将なんかもしっかり育てられる環境というか、育成リソース帯のプレイヤーさんに向けのキャラクターですね。まあ、それか美課金の場合はテフとかナタとかタンク系のキャラクターなんかをデッキに入れておけば、まあ、その分ニニアンが長生きして悪さしてくれるんで、タンク豊富なデッキに入れたいデバッファーっていうような印象になりましたね、今回。で、火力も普通に強いっすね。思った以上にここら辺の育成隊だと、やっぱり腰当て側の装備がおろそかになるんで、スキル2の範囲攻撃なんかも普通に殺傷力高かったですね。まあ、ちょっと配下金同士だと通じなそうな感じありますが、火力は。まあ、あと単純にスキル1の風波ばらまきで味方の火力も上げられるっていうのが大きいなと、ああいうとこで、うん、個人的には結構評価、分析動画の時より上がりましたね。扱いやすさも意外と夢中のおかげで扱いやすいし、うん、いいキャラクターだなと思いました。まあ、もちろん現環境最強キャラでは全然ありませんが、テクニカルな戦い方が好きなプレイヤーさん向けの面白いキャラクター出てきたなというような印象ですね。はい、まあ、こういうキャラクターに出会うのが楽しくて放置少女やってるところもあるんで、はい、今回個人的にはとても好きな動画です。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。おっす。